水の塔、どうやら報告通りみたいね。王城の封印区画と連動したデバイスタワーの一角、表と裏を利用した第二結界教授もよく調べたものね。待たせたな。お疲れ様だったね。あら、あなたたちが来るなんて、てっきりレーベが迎えに来ると思ったのだけど、どういう風の吹き回しかしら。レーベなら教授のお供をしているところでね、そこで僭越ながら僕たちがお迎えに参上したというわけさ。まあ次のこともなくなっちまったしな、暇つぶしに来させてもらったぜ。物好きなこと。しかし教授とレーベが同行しているということは、ついに最後の実験が行われるということかしら。らしいな。復員計画もいよいよ次の段階ってわけだ。人形と両兵の仕上がりも上々だ。これでベータが完成したら随分と忙しくなると思うよ。最後の実験というのはあれが相手だったかしら。さすがに教授やレーベでも一筋縄ではいかないでしょうね。そうかもな。なんといっても伝説の存在だ。強さの次元が違うだろうぜ。しかしカンパネルラよ、てめえらしくねえじゃねえか。あらら、何がだい。いつものてめえだったら喜んで教授に同行してるはずだ。それをしないってことは他に面白いネタがあるんだろう。とっとと生えちまいな。やだなあバルタ、僕ってそんなに信用ないかな。信用してるさ、てめえのナンバーと同じくらいな。ナンバーゼロ。信用ゼロというわけね。やれやれ、二人ともきついな。まあ見物したいのは山々だけど、あいにく急ぎの仕事があってね。あの方に箱舟の使用許可をいただくつもりなのさ。マジかよ、よりにもよってあんな化け物を投入するとはな。赤の箱舟、グロリアス、まさかとは思うけど、リベールを焦土と化すつもり。それは教授とレーベ次第だと思うよ。そんなわけでこの後すぐに出かけなくちゃならなくてね。実験の顛末は帰ったらゆっくり聞かせてもらうさ。これは。やはりここにいたようだね、見たまえレーベ。なんとも優美な存在じゃないか。本当にこんなものを使って実験を行うというのか。君の器具も当然だ。だがベータを仕上げるにはどうしても必要なデータだからね。お主らは起こしてしまったようだね。
20年ぶりのお目覚めかな。うん。お初にお目にかかる。私の名はゲオルグ・ワイスマン。見喰らう蛇を管理する蛇の使徒を任せられている。され、お主が漂わせるその力、どことなく懐かしい気がするが、お主の目は気に入らぬ。暗い喜びにしか生を見出せぬ。歪んだ魂の匂いを感じるぞ。お褒めに預かり光栄だ。しかし残念ながら、あなたに拒む権利はないのだよ。女神の司法に関わる話だからね。何？レーベ、見せてやりたまえ。それは1200年前の記憶がよみがえったかね。レプリカに過ぎないが、なかなかよくできているだろう。お主ら、まさか輝く輪を。そのまさかだ。それでは最後の実験を始めよう。腕が鳴るぜ。行きます。さてと、最初の予定通りボース地方に向かわなくちゃね。まだ実験が起こっていない唯一の地方になったわけだし。ええ、そうね。ただ現状でボース地方では妙な事件は起きていないそうよ。ある程度ロレントの仕事を手伝ってから出発してもいいわね。うん、分かった。一通り用事を済ませたら発着場に行くとしましょう。やあエステル、もう出発しちゃうのかい。せっかく帰ってきたんだからゆっくりしていけばいいのに。うん、いろいろと忙しくてね。今の仕事が一段落したら帰ってゆっくり休むことにするわ。うんうん、そうするといい。さてと、アイナさんからすでに運賃はもらっているんだ。早速乗船手続きをするかい。手続きをしたら船が来るまでここで待った方がいいわね。もうロレントでやり残したことはない？よし来た。それじゃあギルドに連絡して他のメンバーも呼んでおくよ。なるほど、今度のゴスペルは人の精神にも干渉してきたか。そして霧の粒子を媒介に広範囲を掌握コントロールする。うん、これで決まりじゃな。博士、お邪魔しますよ。おお、カシウス、1ヶ月ぶりくらいじゃの。レイストン要塞から来たのか。ええ、ようやく仕事が一区切りついてくれたのでね。陣中見舞いにお邪魔しました。それはお孫さんのレポートですか。うん、今朝ほどロレントから届けられてな。
このレポートのおかげでようやく確信が持てたわい。ゴスペルの正体ですか？うん、あくまで仮説だがな。思考実験とカペルを使ったシミュレーションは1000回以上行った。聞くか？ぜひとも。それでは。このゴスペルが起こす動力停止現象じゃが、お前さん、あの現象がどのようなものだと理解しておる？ゴスペルの周囲にあるオーブメントに連鎖して起こる機能停止現象、そのように捉えていますが。半分正しくて半分間違っておる。お前さんが言った現象はどちらかというと動力魔法のアンチセプトの働きに近い。内部の結晶回路をショートさせ、一時的にオーブメントを働かせなくしておるわけじゃ。じゃがゴスペルが起こす現象はそれとは根本的に異なっていてな。オーブメント内で生成される動力を根こそぎ奪い取るのじゃ。つまり動力停止ではなく動力吸収ということですか？うん、内燃機関で言えばガソリンを抜き取るわけじゃな。確かにそれならアンチセプトとの違いも説明できそうですが。いや待てよ、それなら奪われた動力はゴスペルに蓄積されるはず。うん、いいところに気づいたの。結論から言ってしまえば周囲から奪われたはずの動力はゴスペル内部に存在しなかった。それこそ 1EP たりともな。周囲に拡散した可能性はない。きれいさっぱりとどこかに消えてしまうのじゃよ。そしてエステルたちが出くわした一連の新型ゴスペルじゃが、最新の動力技術では説明できないありえない現象を引き起こした。そのような現象をどうやって引き起こすのかは不明じゃが、一つ確実に言えることがある。それは小さすぎるのじゃ。これまで起きた大規模な異常現象を発生させる機構を手のひら台に収めるのは物理的に不可能だと断言できる。たとえ結社とやらが我々よりはるかに進んだ技術を持っていてもな。なるほど、なんとなくつかめてきましたよ。つまりこのゴスペルは端末に過ぎないわけですね。うん、まさにその通り。ゴスペルそのものには異常な動力場の歪みのようなものを発生させる機能がある。その歪みは共鳴するように広がり、周囲のオーブメントから動力を奪う。そして奪われた動力は歪みの中に吸い込まれて消滅する。いや、正確には消えたのではない、別の空間に送られたというわけじゃ。そしてその別の空間にはありえない現象を引き起こせる何かが存在している。つまりそういうことですか？うん、間違いあるまい。結社はゴスペルを通じてその何かが持っている力を引き出すことができるのじゃろう。まったくゴスペルとはよく言ったものじゃよ。だとしたら何かの正体が気になりますね。遥かに進んだ技術で作られたオーブメントか、それとも。それに関してはお手上げじゃ。いろいろな可能性が考えられるが、現状ではこれ以上確かめられん。さてカシウス、10年前と同じことを聞くぞ。この現状を踏まえてわしに今後何をしてほしい？はあ、警備飛行艇の完成をお願いした時と同じ言葉ですか。そうですね。ゴスペルが発生させるという異常な動力場の歪み、その共鳴現象を防ぐ手段を開発していただけないでしょうか？そう言うと思ったぞ。
今取り掛かっている発明もそろそろ完成する頃合いじゃ。それさえ終わればすぐにでも始められるじゃろう。ティータってボースは初めてなんだっけ？うん、初めてだよ。すごく大きなお店があるって聞いたんだけど。あ、ボースマーケットね。オートにある百貨店をさらに大きくした感じかな。いろいろな店が入っていてすっごく賑やかなんだから。へえ、すごいね。早くボースに着かないかな。そういえばお姉ちゃん、ラベンヌ村って行ったことある？うん、前に仕事で行ったわよ。確かアガットの故郷なのよね。うん、ミーシャさんっていう妹さんが住んでいるんだよ。アガットさん、妹さんに顔を見せるために年に何度か村に帰るんだって。へえ、そうなんだ。しかしアガットの妹か。あんな不愛想な兄貴を持ってさぞかし苦労してそうよね。もう姉ちゃんたら。アガットさん、ぶっきらぼうだけどとっても優しい人だと思うよ。ああ、はいはい、不器用で照れ屋なのは私も認めるけどね。私、ミーシャさんってすごくいい人だと思うんだ。アガットさん、ミーシャさんの話をしたときとっても優しい目をしてたから。ん？どうしたの？ううん、なんでもない。ただちょっと胸のあたりがもやもやして。どうしてかな。これはやきもちみたいね。あれ、どうしたの、アガット？なんでもね。お前の方はまた船内散策か？うん、まあね。そういえばあの時のことなんだけど。あの時？ほら、ミストバルトで私たちが眠らされた時よ。やっぱりアガットも夢を見たの？はあ、ごめん、まずいこと聞いちゃった？いや、なことはね。夢なら俺も見たぜ。随分と懐かしい夢を見させてもらった感じだな。そっか、アガットもそうだったんだ。そのおいおい、そんな露骨に知りたそうな顔すんじゃねえよ。ガキの時村にいた頃のたあいもない思い出ってだけだ。あ、そっか。そういえばアガットってラベンヌ村出身なのよね。久々の里帰りなんじゃないの？いや、例の特務兵の件でこの前立ち寄ったばかりだが。待てよ、こら、なんで俺が里帰りするのが前提になってるんだ？照れない照れない。確かアガット妹さんが故郷にいるって言ってたよね。さぞかし可愛がってるんじゃないの？あのな、そういえばアガットの家ってラベンヌ村のどこにあるんだっけ？前に空賊事件の調査で寄った時はそれらしい子に会わなかったのよね。ルーイ君と一緒にいた女の子はちょっと小さすぎる感じだったし。あ、ミーシャについては近いうちに紹介してやるよ。村に寄る機会でもあったらな。あ、うん、よろしくね。しかしそうなるとティータも連れてかなくちゃね。なんでそうなるんだ？だってティータアガットに随分と懐いてるみたいだし、紹介してあげなかったらがっかりしちゃうと思うわよ。はあ、わかった。アガット、妹さんとティータを会わせたくないんでしょう。な、図星か。アガットをめぐってお互いやきもち焼きそうだしね。
いやお兄ちゃんは辛いわね。なんだそういう意味かよ。ん？まあ心配しないでも私がフォローしてあげるわ。だから安心してティータを妹さんに紹介してあげなさいよね。そうだな、その時はよろしく頼むぜ。言っておくが、村に帰るのは仕事のケリがついてからだからな。わざわざ連れてけとか抜かすなよ。ケチ。かな。何遠慮してるのよ。ルシオラ姉さんについて聞きたいことがあるんでしょ。あ、うん、昔会ったことがあるみたいだけどほとんど覚えていなくて、どんな人だったのかなって。そうね、幻惑の鈴ルシオラ、鈴と扇を使った舞によって観客に幻を見せることのできる人、私のいた一座の目玉とも言うべき芸人だったわ。そうなんだ。その幻ってオーブメントを使ってるの？いいえ、古くから伝わる幻術という技術みたいね。姉さんはもともとそういう家に生まれたみたいだったから。もともと？旅芸人をやっている人間ってだいたい2種類に分かれているの。訳あって故郷を捨てた人間と身寄りのない天涯孤独の人間。ルシオラ姉さんは前者で、そして私は後者だった。私がハーベイ一座に拾われたのは7つくらいの時だったかしら。その頃の私は町のスラムで荒みきった暮らしをしてたわ。スリ、置き引き、かっぱらい、ほんとろくなことをしてなかった。そんな私に手を差し伸べてくれたのがハーベイ座長と姉さんだった。他人を信じきれない私に家族の温かさを教えてくれて、自分の居場所を作れるようにって様々な芸や技術を教えてくれた。踊り、猛獣使い、タロット、全て姉さんたちから教わったわ。でも8年前、事故で座長が亡くなってから一座はバラバラになってしまった。私は姉さんについていくつもりだったけれど、やることがあると言い残して姉さんはいなくなってしまった。途方に暮れた私は座長や姉さん以外で唯一頼りになる人に相談してみることにした。そう、すでに遊劇師として活躍していたカシウス先生にね。そんなことがあったんだ。私が遊劇師を目指したのは少しでも強くなりたかったから。姉さんが帰ってくるまでの間、一人で真っ当に生きていけるように。でもあれから8年経った。自分の道を見つめ直すにはいい機会なのかもしれないわね。知らねえ。そんな顔しないの。ジーンさんに言われたように問答無用で戦うつもりはないわ。ただ一度きちんと姉さんから話を聞きたいと思っている。どのような理由があって結社に組みしているのかをね。うん、そうだね。知らねえ、ファイト。私もできるだけ協力するわ。ありがとう。しかしエステル、あんた本当に成長したわね。何をやぶから棒に。さすがは先生の娘って今までずっと思ってたけど、ちょっと認識を誤っていたかもしれないわ。え、どういうこと。あんたの強さは先生の強さとは少し違うみたい。先生は海のように懐が深くて雄大な強さを持っているけど、あんたはそうね、自分も他人も輝かせるような太陽みたいな強さを持っているわ。え、僕のエステル、お日様みたいに眩しかった君。みんなあんたのそういうところに引きつけられているんだと思う。私もそうだし、もちろんヨシュアもね。先生のことをプレッシャーに感じる必要なんてないと思うわよ。うん。やっぱり知らねえって私のお姉さんだよね。いつもいつも
励ましてくれてありがとう。どういたしまして。代わりと言ったらなんだけど、今度飲みに付き合いなさい。声優劇師になったからにはお酒にも強くならないとね。それは激しく関係ないと思うんですけど。私はもう少し風に当たってから席に戻るわ。あんたも着陸前には戻りなさいよ。やあエステル君、いよいよボースに到着だね。僕たちが初めて出会った思い出の地に戻ってきたわけだ。なんとも感慨深いじゃないか。言われてみると確かに感慨深いかも。でもあの時のオリビエって結構失礼なやつだったわよ。私のこと色気がないとか言ってバカにしてたし。それは誤解だよ。好きな子にわざと意地悪してしまうシャイでキュートな照れ隠しだと思ってくれたまえ。また適当なことを。シェラネーとヨシアには速攻モーションかけてたくせに。ま、それはそれとして、今の君は彼らに勝るとも劣らない魅力を放っているよ。しなやかで健康的な色気と乙女ならではの恥じらい、うんうん、成長したものだね。ありがとう。で、恥ずかしくなること言わないでほしいんですけど。照れることはない。だが君はようやく大人への階段を上り始めたばかりだ。さらなる高みを目指すためにもお兄さんが手取り足取り導いて。結構です。オリビアを頼るくらいならシェラネーを頼った方がマシだわ。ふん、それは残念だ。しかしシェラ君がエステル君を手取り足取り導くわけか。うん、ゴーな、何想像してんのよ。エステルさん、またお散歩ですか？まあね。それよりごめんね、ヨシアのこと打ち明けるのが遅れちゃって。とんでもないです。それにしてもヨシアさんに同行している女の子というのは空賊団の人だったんですね。うん、ジョゼットっていうやたらと生意気で挑発的な子よ。自分のことを僕って言うから僕っ子とか呼んでるけど。そうなんですか。でも写真で拝見した限りだとなかなか魅力的な方みたいですね。口を開かなかったら可愛いっていうのは認めるわ。最初に出会った時には完璧にお嬢様を演じてたし。ん？まあそんなことが。ずいぶん器用な人なんですね。なんでもエレボニアの元貴族出身みたいだからね。猫をかぶるのは得意みたい。字はさっきも言ったように生意気で挑発的な性格だけど。でも聞いた限りだとなんだか憎めない人みたいですね。話してみたら意外と気が合いそうな予感がします。私はダメかも。なんか性格的に馬が合わない気がするわ。そういうのってどうしてもありますよね。それにしてもボースに行くのは久しぶりです。ジルと一緒にボースマーケットに買い物に行った時以来でしょうか。ようエステル、今回はお疲れさんだったな。また一歩遊撃士として成長したように見えるぞ。まだまだ未熟よ。棒術の腕だって父さんの足元にも及ばないし。あんまり旦那を意識する必要はないと思うぜ。 S ランクの遊撃士っていうのは断りに至った達人ばかりだからな。正直俺なんざ一生かかってもたどり着けるかどうか怪しいところだ。そうなんだ。父さんが具体的にどうすごいのか未だにピンとこないけど、その断りってどういう意味なの？そうだな。かつて旦那は剣聖と呼ばれる卓越した剣の使い手だったそうだ。しかし今では慣れ親しんだ剣と同じように棒を自在に振る。なぜそれができると思う？ものすごく練習したから？もちろんそれもあるだろう。だがそれ以上に棒術の本質を即座につかむことができたからだ。
型の反復や反応、筋力や錬気を超えたところにある絶対的な次元、あらゆる物事の本質を捉え自在に操ることのできる境地、それこそが断りに他ならない。物事の本質。おそらく旦那が百日戦役で帝国軍を退けた知略も同じはずだ。戦争という物事の本質をつかめたからこそあんな大胆な反抗作戦を立案実行できた。敵に回したらこれほど恐ろしい人はいないだろうな。なるほど。でもその父さんもある意味結社に出し抜かれたのよね。クーデター事件の時に国外におびき出されたみたいだし。ああ、おそらく旦那に匹敵する人物がいるのは間違いあるまい。それがレーベなのか教授なのかは分からんがな。私たちが戦ったロランス少尉なんてどう？やつか。凄腕には違いないだろうが旦那に匹敵するかどうかは分からんが、それにやつの強さは断りから来ているのではないような気がする。冷たく研ぎ澄まされ鍛え抜かれた何者にも侵されることのない刃、そんなものを感じたな。うん、言いたいことは分かる気がする。あれから姿を見せていないけど一体何をしているんだか。ヨシュアもこだわってたみたいだし。ああ、結社時代の因縁があるのかもしれんな。俺といいシェラザードといい、どうも妙な因縁が多すぎるようだ。これもひょっとしたら女神の導きによるものかもしれん。あ、そういえばジンさんもあの時眠らされちゃってたよね。やっぱり何かの夢を見たわけ？ああ、道場にいた頃の夢を見たぜ。キリカが今とほとんど変わってなかったのに気づいてな。夢の中で思わず笑っちまったよ。へえ、キリカさんって昔からあんな感じだったの？ああ、あんな感じだった。あれでよくバルターと付き合っていた女だと。え？口が滑っちまったな。悪い、今のは忘れてくれ。うん。お待たせしました。まもなく本線はボース市に到着いたします。着陸の際多少揺れますのでお早めに座席にお戻りください。